はい、皆さんこんにちは。ハワイに住む日本人チャンスでございます。今日はですね、前回出した動画をさらに深掘りしてお話ししていきたいと思います。前回ホノルルの領事館に電話して、海外旅行中に日本に帰国する前の直前の PCR 検査で陽性になってしまった時に陰性になるまで帰れないんじゃないかという風に僕も思ってたんですけど、実際は領事館に手続きをすることで陽性であっても日本に帰国することができますということをお伝えしました。まあ僕は今ハワイにいるので、ホノルルの領事館に問い合わせさせていただいて詳細をお聞きしたんですけれども、正しい手続きとか何を準備したらいいのかっていうのはなんとなく分かりましたと。でも実際に旅先で陽性になってしまった時って結構慌てると思うんですね。コロナ禍の海外旅行でなるべくトラブルを避けたいって思ってた矢先、一番なりたくないトラブルに見舞われてしまっているっていうことなので、おそらくどうしていいか分かんないっていう風になっちゃうんじゃないかなって思ったんですよね。というわけでですね、今回の動画は海外旅行中日本帰国前の PCR 検査で陽性になってしまった時の具体的な行動ステップについてお話ししていきたいと思います。前回の動画は領事館の人にお話をお伺いして、それをまとめたものをお伝えしただけって感じだったので、行動ステップに落とし込んだ時にどういう手続きができるのかっていうところまではまだあんまりお話できてなかったかなと思ったんですね。なので今回ちょっと紙にもまとめさせていただきましたので、旅先ハワイ旅行中にもし陽性になってしまった時はこの動画を見れば大丈夫っていうような内容を目指してですね、説明させていただければと思います。というわけで行きましょう。はい、というわけでですね、早速お話ししていきたいと思います。僕紙見ながらお話しするんですけど、この画像も共有しながらお話しさせていただければと思います。この紙の見方が全体でまとめると、まずステップ1から5までありますと。で、前回の動画で最大で10日ぐらいかなってお話ししたんですけど、計算していくと多分マックスで12日ぐらいはかかってしまうっていう感じだったので、ちょっとそこだけ訂正させていただきます。で、画像の中にコマみたいなやつがあると思うんですけど、上に行けば検査結果が陽性、下に行けば陰性ですぐ帰国できるっていうような感じになります。一個一個お話しさせていただくんですけど、まずステップ1、0日目ですね、皆さんにとっての帰国前の PCR 検査っていう風に見ていただければと思うんですけど、 PCR 検査受けました、それで陰性であればもう何のトラブルもなくそのまま帰国と。もし陽性だった場合ですね、米国のルールにはなるんですけど5日間の待機っていうのが CDC のルールとしてあるので、5日間の待機は絶対に必要になります。で、5日間待機した後もう1回 PCR 検査受けると思うんですね。それで陰性であれば、まあ、そこで帰国できます。2回目の検査でも陽性になってしまった場合は診断書、回復証明ですね、取りに行くことができるかなと思います。で、ちょっと補足なのが、診断書の取得が7日目って書いてあるんですけど、この診断書には陽性の確定日と症状の回復日っていうのが両方必要になるんですね。ただその陽性の確定日っていうのが7日目に1回病院行くだけで済むのか、それとも5日間待機を始める前の1回目の検査結果が陽性だった時点で病院に行かないといけないのかっていうところはちょっとわからないです。日を遡って回復証明作ってくれるのであれば7日目に1回病院行くだけでこの診断書も取れるっていうことになりますね。なのでステップ1のところで PCR 検査が陽性だったら医療機関の目星をつけることも兼ねて1回病院に問い合わせた方がいいんじゃないかなとは思います。はい、お話戻ってですね、ステップ3のところで回復証明取りまして、で、その後ステップ4、回復証明さえ取れたら領事館の申請も行えるようになりますと。ただここでも任意で検査することはできるんですね。これで3回目の PCR 検査になりますけど、ここでも陰性であれば帰国することはできますと。1週間経っていれば陽性の反応も消えて陰性になる可能性も出てくると思うので、このステップ4のところで PCR 検査もう一回受けるっていうのはありなんじゃないかなって思います。で、もし領事館申請を行うのであれば3営業日っていうんですかね、かかってしまうので、その期間はまた待つことになります。で、ステップ5の10日目から12日目っていうところで領事館から許可申請が降りて、領事レターももらってようやくそこで帰国できるっていうような形になります。はい、というわけでこれが PCR 検査で陽性になってしまった時の具体的な行動ステップでございました。お金のことを無視すると最大で PCR 検査は3回は受けれるんじゃないかなと思いますし、その3回の中で1回でも陰性が出ればその陰性証明書を使って日本に帰国できるんじゃないかなって思います。これ多分前回の動画でも今回の動画でも
動画でも皆さん思っていること同じだと思うんですけど、帰れるのは分かったけど最大で12日ってちょっと時間かかりすぎでしょっていうのが僕の率直な感想でございます。ほぼ2週間の延泊って日本で働いてる会社員の人にとっては正直厳しすぎるんじゃないかなって思いますね。でしかも経済的なダメージも結構ありますね。これがもしハワイだったら、それまで泊まってたホテルに12日延泊するってなったら、一泊安いところにして200ドルぐらいだったとしても2400ドル前後はかかってくると思うので、相当大変なことになるんじゃないかなって思いますね。しかもその上で日本に帰れたとしても空港職員の人がどういった判断を下すのかっていうのは誰にもわからないんですね。領事レターを持って日本に帰国してきたっていうのは認めてはくれると思うんですけど、でも隔離はしてくださいって言われたら隔離期間もっと長くなってしまうので2週間じゃ効かなくなってしまいます。なのでこれ一連のルールを見てると、なんかどうもこの時期に海外旅行行くやつが悪いでしょみたいな前提でルールの線引きがされているようにもちょっと聞こえてしまいますね。今後の展望としてはどういう風に良くなっていくのかって考えたら、例えばアメリカがコロナ陽性になっても5日間の隔離っていうのはしなくていいよっていう風にルールが緩和されれば、領事レターを取得するための回復証明っていうのをすぐに取りに行けることになるので、延泊する可能性の期間っていうのが5日分は抑えられるんじゃないかなと思います。であともう一つの展望としては、日本側が入国時帰国時の陰性証明提出義務っていうのを撤廃してくれれば、そもそもこういう面倒な申請っていうのはもう全部丸気になくなるので、そうなってくれればいいなっていう風に思ってます。はい、というわけでですね、ちょっとネガティブな内容の発信にはなってしまうんですけど、これはあくまで最悪の可能性に陥った時のお話なので、可能性としてはそんなに高いことではないのかなとは思ってます。でもし仮に感染してしまったとしても、ずっと陽性が出続けてしまって日本に帰れないっていうことはなく、最大でも12日で日本に帰れるっていう見込みは立てられますし、ずっと陽性が出続けてしまうっていう可能性もそもそもそんなに高くはないお話だと思ってます。なので最悪に最悪を重ねた本当の最悪のケースっていうのがマックス12日の延泊っていう風に受け取っていただければと思います。今のところの一番大きな希望っていうのは、日本入国時の陰性証明が撤廃されることだと思ってるんですね。日本もアメリカも今ワクチンの接種率だいぶ高くなってきてるので、感染の数も一定は抑えられると思いますし、何より感染しても重症化するリスクっていうのはどんどん落ちていってるとは思うんですね。僕は政治家じゃないのでそれがいつになるのかわからないですけど、こうやって発信することで情報提供したり、皆さんの声を僕の方に集めるっていうことで、ちょっとずつ海外からの声っていうのを届けていくことができるかなとも思いますし、なるべく積極的に海外旅行をすることで業界を盛り上げて、その界隈の人たちに力をつけてもらうことで政治家さんたちへのアプローチも量も力も増していくんじゃないかなと思うので、そういうところも含めて今こそ海外旅行を復活させられればなっていうふうに僕も思ってます。8月からハワイは毎日飛行機飛ぶので一定は復活していくと思うんですけど、最後の最後って結局職場のお隣に座っているあの人がとか、職場の雰囲気がとか、そういうところだと思うので、そこまで払拭していくために世間の流れを作っていくことが一番できることなんじゃないかなと僕は思っております。というわけでですね、日本人の海外旅行先第1位はハワイということでですね、現地ハワイからたくさんの情報をお届けしていければと思います。もしこの動画が良かったよっておっしゃっていただける方は、高評価コメントチャンネル登録をして次の動画もお待ちいただければと思います。というわけでありがとうございました。バイバーイ。皆さん、高評価とチャンネル登録よろしく。